それでは今からハゼをさばきます。まずは鱗を取ります。それでは次は頭を落とします。この辺くらいからかな。よいしょ。はい、頭を落としました。で、内臓を今度取り出します。内臓を取りました。ちゃんと取れてますね。よし。そしたら水で洗います。特に内臓のところの腹綿の部分は念入りに水で洗います。ぬめる気がちょっとなくなるまでですね。で、水で洗います。はい、そうしたら今度はペーパーをちょっと取り替えて、今度は背開きにします。取れないな。よいしょ。歯が入らないな。よし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 。はい。
ちで。もう一匹丼は腹からちょっとさばきます。こんな形ですかね。形が悪すぎる。こんな感じになりました。であとはキッチンペーパーでよく水気を拭きます。感じかな。水気をキッチンペーパーで取ったら、これで塩下ごしらえは終わりです。では後から油で揚げていきたいと思います。それでは後編をお楽しみください。はい、今日はですね、この唐揚げ粉減塩タイプ、これを使ってですね、唐揚げにしていきたいと思います。粉をですね、本当に少量でいいので、少量まぶしてですね、衣をつけたいと思います。これで十分だと思います。それでは油を投入します。はい、それではですね、温度が上がりましたので、今から揚げていきたいと思います。よいしょ、もう一枚、よいしょ、水気をね、取りましたので、だいぶ油跳ねが少ないと思います。きつね色になるまで、だいぶなんか唐揚げっぽい感じになりましたね。こんなもんでいいかな。それでは油を取りますね。これね、キッチンペーパーの上に乗せて、火を止めます。
はい、これでですね、出来上がりになります。ハゼの唐揚げが完成しました。はい、それではですね、スパークリングウォーターで飲みながらですね、ハゼのね、天ぷらをね、いただこうと思います。じゃあ一口いただきます。うん、美味しいです。コリコリしてて美味しいです。中はふわふわですね。皆さんもですね、釣りに行った際はですね、その釣り場で釣った魚をね、すぐにさばいて、こうやってハゼの味をですね、魚の味をね、楽しむのもいいのかななんて思いますね。それでは今回はこの辺りで失礼いたします。